配信外ソロランクで、本当はねサポートやろうと思ってさ動画撮ってんのにさ、てかあと明日パッチ変わるらしいんですよ。今日10、今14分の13の夜に撮ってるんですけど、14に変わるらしくて、なんか嫌な感じって感じはするんですけど、なんか相手3枚 AD シール、まあとりあえずねサポート取れなかったんで、もう一番おすすめ、もう誰でもできる、誰でもできるソロ級シバーナの勝ち方動画にしようと思ってやってます。でなんかまあもうね、シバーナが一番簡単なんでかって、もうねファームしてこれ弁になって、ウルト打ちに行くだけというね、非常に簡単な設計となっておりますこのキャラクターは。なのでこのドラゴンホームがないときはもう戦えません。もう分かりやすい、それ以外はファーム、ドラゴンホームあるときだけ戦う、もうそれだけなんでね、これめちゃくちゃおすすめですね。まあ青バフからスタートしたのはトップ、ボット側に、ボット側 MF アッシュだったんで、ちょっとそこにウルトぶち込みに行こうかなと思って青側からスタートしてます。まあ、トリスターナにぶち込んでもいいんだけどね、トリスターナやっぱウルトあるしね。で俺はもうめんどくさいからカニはあったら取るぐらいの気持ち、何よりももう回ること、何よりもジャングルを回ることを俺は意識してる。ほら見て、リーシー今3キャンプであそこでしょ、俺も今4キャンプ目ね。このファーム速度ですよ、このキャラの素晴らしいところは。でリーシーの位置が確定したんで、俺 AP シバナやりてえな、 AP シバナやっていいかな。リーシンこっち来たんだけど、金欲しいな。でも俺スマイトないんだよな、スマイトないから取れねえな。うぅー、いー、見に行こうかな。リーシンさん、こんにちは。足寄ってきた。まあまあ無駄なことはせずにファームに行きますか。本当はカニ取らないとこれ5レベルになんないのかな、ちょっと渋いところではあるし、なんかボットいないんだよな、敵がボットに敵がいません。あ、これはじゃあね、多分歩いてるうちに5レベルになるんで、最強のシバーナ、あ、来たー、行くぞー。カニあるやん、ごめん、映ったわ。ウィー、リーシーあんなとこで図鑑時間使っちゃう、ラプター買っちゃうよん、ラプターもらうによん、まあまあ、僕5レベルなんでね、やばい、やばい、ドラゴンフォーム使って一回ガンクしたいな、これまずい、一回もガンクできてない。まあ、5レベルになってとりあえずウルト打ちに行くっていうのがセオリーなのに、まずい、セオリーから外れてしまった。セオリーから外れたシバーナはどうなってしまうんだ。打ちに行くか、無理やり。一回ちょっと小づくか、一回小づくわ。あ、使ったね。あ、ウルトあるしな、こいつ。まあいいってことよ。フラッシュを切らせる方法は大事ですよ。てか、リーシンであれ言ってるやん。俺ね、リーシンはね、防御靴だと思う、普通に。あ、ファーム早い。ドラゴンフォームの方がファームが早いぞ。やばい、いいだけ打ちたい。間に合い。まず、え、なにこれ、払えたのこれ、めっちゃガンクいくやん。まあこういうのも見てもね、動じない、さすがに動じた方がいいな。これは俺ドラゴンフォームないんだよな、全員倒せそうじゃない、これ全員倒せそう。ナイス、あ、まだファーム、うっし、あれ、安尾の、ソロ級破壊動画になります。ありがとうございます、助かります。安尾さん、これ帰ってないんだけど、帰ってないしドラゴンフォームもないんだけど、
こういうのね、トリスタラになければ使ってなかったらいけたみたいなとこありますよね。やっとドラゴンフォーム湧いた。帰りてえな、ぶっちゃけ。ぶっちゃけ一回帰りたい。だって俺2000円持ってるもん。ガオー、この流れでもう取るしかねえ、取るしかねえ。もう気合い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 。ああ、ヤスオさんかっこいい。え、俺スマイトは、俺のスマイトは、うわ、なんかスマイト出なかったんだけど、危な、ロッキースマイトラッシュで取れた、やったー、喜べ。こういう時はミシ、あんなにガンクしてるのにかわいそうな人、何の成果も得られず、俺は何もしてないのにドラゴンもヘラルドも取れる。あー、味方強いって最高だ。プリ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 ュー、見て出す、ヤスオさんがキャリーしてるんでね、ヤスオさんのとこに出しに行きましょうか。出そう出そう出そう、メラルド出しゃいいな、ごめん。はい、こんにちは、こんにちは。ドラゴンフォーム上がったぞー。うぃ、ガオー、ガオー、ダブリ上がれば、うぃ、外していくー、リーシン、うぃ、ガオー、こんなんでいいよ、こんなんで、こんなんでいいんですからね。え、なにこいつ、なんか勝ってたんだけど、カレンってこんなボコボコされちゃうんだね、かわいそうな人。なんかサミラも育ってんな、勝手に、勝手にサミラも育つのやめてもらっていい、なんかやっぱカニ取らんとダメだな、最初。最初カニ取りましょう、頑張って。最初カニ取らんと5レベルに、まあ、経験値すればいけるんだけどね。連の。連の経験値すればいけるものの。ドラゴンフォームあるな。ドラゴンフォームあるな、ちょっともったいなくね。なんかもう大日和じゃないこれ。相手。うざいうざいうざい、もううぜえよ。バサグついて何行こうかな。なんか超ひよってんだよな相手。なんか暇、暇ではある。ボット多いね。ヤスオうま、ヤスオうま、お前このゲームうまいな。ヤスオさんこう絡ないの、うわー、逃げろ逃げろー。お父さんが死んだ、うまい、うわ、ガオー、ガオー、やった、ファーム早くなった、ファームするファーム、ファームファーム、ファーム大好き、ファーム大好きんご、守りに行くんご、守るんご守るんご、やるんごやるんごやるんご、ラッキーラッキー、やばい、ドラゴンフォームがね、一旦帰って、ちょっとこう逆にドラゴンフォームを切る時間を、これは獲得し、
ドラゴンフォーム貯めろ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 、やべえ間に合わねえこれドラゴンフォーム、まずいまずいまずい、ドラゴンフォームないよ俺、やだ敵いねえわ、ドラゴンフォームねえけど、ドラゴンフォームもないけど敵もいないわ、なんかラッキーラッキーな試合これはね、あれだね、あの俺じゃなくても勝ってたやつだこれ、勝手に勝手に勝ってた試合だ、なんかキャリーしたかったな、キャリーしてみたかった俺、将来の夢、小学校の時の将来の夢キャリーすることって書いたもん俺、七夕に将来キャリーできますようにって、めっちゃ勝ってんなこれマジで、なんか足速くするか、足速くしようぜ、めっちゃ勝ってるし、お手いってアママンかな、多分アママン行くならさ、やっぱり HP 積みたいよね最低限、俺はまあスマイトは1個残しとく派の人間だね、これ映ってまうこれうぜぇ、ドーン、うおーうおーうおーなんだこれ、終わっちゃったゲーム、隕石おじさんいる敵に、でもあ、ヤスオバロインかな、ヤスオヤスオバロイン行こう、ヤスオやすおやすお、ダメだこのやすはもう壊れちまった一歩行かないで、リーシー待て待て、リーシー待て待て、スマイトスマイト、ふつまらん、つまらんこの試合、バロン行こうや、バロン、テイシスエッチだね、エッチテイシスだね、それ言いにくあるか、なんでいいか、なんか雑談のお便りでも、お便り募集中、フライト入れられたんだけど、イグハラ、イグハラされた、イグハラ、あと200円だったし、なんかその辺買って帰ればよかった、まあ構成が大事ってことですかね、やっぱり、やっぱ ADC ばっかりはダメですよってことですね、これ
ハリーシー見えてるんでドラゴンやりまーす。終わるなぁ。ぬるゲーだったな。なんかね、これググの動画のね、次の動画で撮ってるんだけどさ、ググの動画もなんか、なんだかねって感じだったんだよね。幸せのお裾分けしちゃった。何個ワードあんねん。ワードがもう身に押せてねえし、全然もう帰っちゃうよ、俺帰っちゃうよ。バガオーガオー、押しろ押しろ、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。イヤッホー、イヤホー、ルフィならもっと出るダメージ出るのに。帰る、帰ろっか。トリスタナがダブリで突っ込んでくるぞと思ったけど来なかった。でもシバーナってマジ強いよなこいつ。なんかレート上がりそう、こいつ使ったら。まあほんと真面目にやるならガゴかな。ファイトチャンス、ファイトの時間だよー。待て待てー、ぷい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 。なんか勝てちゃうな。何もしなくても勝てちゃう。最初のドラゴンでもスナイトも使わないし、他にもないから5レベにもなれないし、 MVP も取れない。まあほら、でもダメージはほら、ダメージはぼちぼち出てるわ。シバーナのね、やっぱいいとこを上げますと、まあ分かりやすい。やることが本当にドラゴンフォームがあるときは戦う、ドラゴンフォームがないときは戦わない、ドラゴンを取る、エンゲージもできる、タンクもできるっていうね、素晴らしいチャンピオンになってますんでね、皆さんよかったら使ってみてください。お疲れ様でした。こいつはコンボもなんもないです。W で足速くして殴るだけです。はい、なんでね、ジャングラーになったら困った。ジャングラー、うわ、ジャングル来ちゃった。うわ、どうしよう。うわ、これ、何使おうみたいな困ったら、シバーナ使って、フルクリアして5レベルになって、だいぶガンクして、っていうのだけやってください。はい、お疲れ様でした。